はい、ということで、青鬼実況パート8です。前回ね、くしくもセーブさせていただいて、なんか洞窟みたいなところで終わったんで、ここでね、ちょっと続きからやっていきたいと思います。ちょっと、後日撮影分なんで、ここから前回パート7までため撮りで、今回から、新しい感じでやっていくのでね、ちょっと前回どんな感じだったかちょっとまだ確認してないんですけど、自分動画見て、とりあえずやってきますか。もうセーブ。うわー、でも結構中盤まで来たから、もう死にたくないんだよね。もう本心的にはもう死にたくないんだけど、ここからでも壮絶な戦いが始まるからね。本当あれだからね、鬼門だからね。本当こっからだよ、全ては。はいはい、分かってました。初見プレイじゃないんでね。あ、俺これ動かしてないです、今で。よし、もう同時にパタ。あ、やばい、遠回りしてきたら危ねえ。あ、危ねえ、やばいやばいやばい。どこまで逃げようか。音楽が鳴り止まなかったな、バグで。ずっとパッパンパンってなってたから、どのタイミングでいなくなったのか分かんなかった。ということで、なんとか逃げ切りましたが、で、もう一回行くんですよね、ここに。そうすると、今日すごいな、バイク。めっちゃ通るな。裏口の鍵、あれですね、人形の部屋があったところにまた戻るんですよね、ここから。今年出てこないね、もう。これ、移動中とかに出てこられると、本当に、ちょうど油断してるところだから今。移動だから出てこないでしょって言って、ちょうど今油断してるから。すごいな、バイク。さっきからも5台ぐらい通ってるんだけど。家の近く。やめてよね、ほんとに。はい、来ました。こっから、そう、ここがね、ダメなんだよ、苦手。裏庭みたいな。うるさいね、しかも音が。結構うるさい。いやー、来た。いや、来たね。配管。廃墟。いや、来た、廃墟。来れたね、廃墟まで。なんとか。ノーセーブで廃墟まで来れたね。ちょっと、これさ。どうしよう。突然出てきそうで怖い。ああ、これか。これ逃げれっかな。行くか。これ怖いな。逃げれる自信ないな。急にびっくりした。分かっててもびっくりした。金持ち。お、止まりすぎた。おお、いいよ。窓まで直通。重い重い。雨、重い雨。雨、非常に雨、重くねえか。雨のエフェクト重くないか。大丈夫か、PC。あれ、こんな感じだったっけ、ここ。あれ、もっとしつこく追ってくると思ってた。なんだ、意外とすぐ終わっちゃったね。なんだ。そんなものか。その程度か。すごろく。これは後でやるとして。なんだ、そんなものか。青鬼、ビビらせよって。ちょっと待ったね、ビビるわ、今のところ。これ何もない部屋が一番怖い。ちょっと、先にやることをやろう。あれ？
あ、こっち側から、おやおや、あー来た来た来た、棒、これが必要なんですよ、キーアイテム。ちょっと待って、どうしたんだっけ、ここから。確かあの、おお、何、びっくりした、変なボタン押しちゃったと思ったよ。確かね、あ、まあここは隠れようけど間に合わないでしょ、だって来た、この狭い空間で、来たところでボックス入ったところでさ、ま、逃げらんないでしょ、無理無理、そりゃ無理だよ。あー、これか、これこれか、まあこれ、うん、これか、これはそんなに難しくないよね。はい、で、やべ、来た、そうそうそう、あれで取りに行ったらまずいんだよね、確か。来るから、カズヒラが、で、まあ、うん、オッケー、出た、したら、まあこんな感じにね、荒らされてると。サイコロ、ブルーゾーン、ブルーゾーンになってます、落書きされてますね。これベッドって、これ最初からこうなってた、これベッドこうなってた最初、え、怖いんだけど。あー、これか、え、ベッドってあんなってたっけ、ちょ、わかんない、わかんないわ、ちょっと。で、まあサイコロを、いや、ここからもう知らないでいきたいね、できることなら。で、この謎なんですけど、まあそうだね、もうじゃあやっちゃうか。さっきあの棒をね取った部屋があったじゃないですか。で、あの部屋に6つ椅子が置いてあるんですよ。で、その椅子の下に、まあさっきちょっとミスっちゃって、もうネタバレしちゃったんですけど、先にスイッチがあるんですよね。で、そのスイッチの、この押す順番が、このサイコロの、おーっと、なに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 、変なところ押しちゃった。え、戻ってこないんだけど。あ、戻ってきた。よし。まあ押す順番の、あれなんですよ。なんで、もう行っちゃいましょう、じゃあどんどん。行っちゃいましょう。押す順番を今メモしたので、大丈夫なはず。これやってる途中の人が来ないよね、まさか。まさか。ここ。ここ。ここ。どこまでやった今。ここか。ここ。自分の書いた字は読め。ここ。最後ここか。はい。そうすると、最後のね、地下階段での入り口が解放されると。で、どうしようか。行きますか。やだな、もうここまで来て本当にもう死にたくない、本当にやだ。あ、ここは来なくていいんだ。やだよ、もう本当に、うわ、怖えよ本当に、もう、おお、もう怖えって本当に。あ、これは後回しか、この部屋は。もう本当勘弁してほしいわ。あ、これか。これ、まあ、うん。はい。で、まあ、ご丁寧に。
カーテンを戻しておくと。あ、これそういうふうにやるんじゃないの。まあ、丁寧にカーテンを戻しておくと。ああ、もう怖え、本当に。嫌だ、本当は。もう死にたくないよ。ああ、もうやめて、本当に、こういうの。ああ、怖えよ。おお、怖え。あれ、これ先だっけ、やるの。まあいいや、やっちゃおう。まあ、うん、ああ、ちょっと待ってね、これ。ああ、あれ、鍵かかってんの。マジですか、これ。あ、開かないんだ。あれできるかと思って、最初にやったやつ。ちょっと、じゃあとりあえず今回はここまでにしますか。緊迫の最終局面ですが、果たしてこの後アモは再び青鬼にやられ、最初からやる羽目になるのか、はたまたこれでクリアしてしまうのか。飛行機が低空飛行してて、今がっつり音多分入ってると思いますが、やるのかどうなのか、パート9で全ての真相が分かると思います。ということで、パート8でした。パート9でお会いいたしましょう。アモでした。ありがとう、ご視聴ありがとうございました。最終局面、うー、来たー、もう最悪。集中しろよ。はい、出ましたよ。今回の動画いかがだったでしょうか。動画に対するコメント、チャンネル登録お待ちしております。 Twitter もやってるので、もしよかったらそちらの方のフォローもお願いします。次回もまた見てください。ありがとうございました。